旅人、パイモン、久しぶり。あ、ケイシー、久しぶりだな。こんなところで会うなんて奇遇だな。仕事は順調か？君たちやカーン先輩のおかげでだんだん慣れてきたわ。でも最近仕事中に気が散ってしまいがちで落ち着かないの。話すと長くなるんだけど、父上が体のことを理由に天数を辞任することになって。え、天王寺に何かあったのか？正確には父上曰く体の不調はないらしいんだけど、気力が落ちてきてるっていうの。誰しもいつか老いる日が来るってよくそう言っていたけど、実際に顔のシワがどんどん深くなっていくのを見ていると、やっぱり何とも言えない気持ちになるわ。そうだ、父上は今万丈茶室の2階にいるから、よかったら会って行ってあげて。父上は君たちのことをすごく気に入ってるみたいだから、もし話をしに行ってくれたらきっと喜ぶと思うわ。そうだな、じゃあ早く行こうぜ。お、これはまた珍しい客だ。歓迎するよ。ケイシンや、下にいる店長に新しく届いた茶を入れてくるよう頼んでくれ。聞いたところによると、お前さんたちはいろんな場所に行ってるらしいな。わしもお前さんたちの冒険談をぜひ聞いてみたいよ。もうケイシンから聞いているようだな。だが心配するな、体は大したことないんだ。歳月人を待たずと言ってな、ただの老いさ。年を重ねるにつれ、いろんなことが思うようにこなせなくなってな。ここ最近は気力もめっきり減ってしまった。皆はわしを高く評価してくれているが、ボケないうちに伝数の座を次に譲ろうと考えてる。伝数の座を譲るのって面倒なんじゃないのか？リーユエ七世の中でも伝数は比較的特殊な存在なんだ。歴代の点数はほとんど公には出ず、その多くは背後で策を考える裏方だった。公開選考に向く役職じゃない。それに候補者ができるだけ各方面や勢力からの影響を受けないようにしたい。だから審査や任命は比較的内密に行われるんだ。そんなわけで、一般的に点数の公認というのは、前任点数の意見と残りの七星による承認によって決まるんだ。つまり天王寺が候補者を推薦して、国政や行幸たち七星が任命するってことか？そうだ。だが今のわしの体調を考えると、候補者を一人一人選別する余裕はないだろう。まあ心配する必要はない。このために能力の秀でた視察官を特別に連れてきた。そういえばお前さんたちもすでに彼女に会ったそうだな。お、誰のことだ？あら、
ひどいわね。この間会ったばかりなのに、もう私のことを忘れちゃったのかしら。エラン。そうよ、天王寺に頼まれて私が3名の候補者を調査することになったの。君も一緒に来ない？次の点数と事前に知り合えるまたとない機会よ。お前はどう思う？だよな、オイラもそう思うぜ。七星といい関係を築くのって悪くないことだよな。じゃあそれで決まりね。そういえば天王寺、あなたは普段光の当たらない裏で策を企てるのが好きみたいだけど、私も闇の中での行動には慣れてるわ。私も天数になれる素質があると思わない？え、イエランも天数になりたいのか？わしは構わんが、お前さんは行幸とも長い付き合いだろう。彼女がお前さんを簡単に手放すとは思えんな。ではこうしよう。もし視察の結果資格のある者が誰もいなければ、お前さんを推薦しよう。いいわ。ま、このことは別に急ぐ必要はないものね。それと視察についてはすでに手配してあるわ。後で1階で会いましょう。それまで君たちは話の続きでもしてて。それから代金はいらないわ。頑丈多室の新たな主として質のいいお茶ぐらいはご馳走させて。話は済んだかしら。天王寺、元気なさそうでずっとうとうとしてたぞ。ええ、こんなことを言うのは気の毒かもしれないけれど、今の天王寺の精神状態じゃこれほど複雑な仕事をこなすのは無理ね。天王寺の推薦した候補者は全部で3名。官位、名伯、地位よ。官位は豪商の生まれよ。名伯はリーウェ総務士に勤めていて、最後の地位は学を求めて旅をしているわ。なんとなく覚えておいて。まあ忘れてしまっても大丈夫なんだけどね。後で月海亭で直接彼らを視察するから。官位、名伯、それから地位、どうにか覚えたけど、視察って何なんだ？その話は月海亭についてからにしましょう。気合を入れておいて。これは七星交代という一大事。どんな些細なことも見逃すことはできないわ。わかった。ちゃんと目をかっぴらいていくぜ。立ちっぱなしで足がしびれてきた。まったくあの視察官は何を考えてるんだ。こんなに大事な場に椅子すら用意してないなんて。いろんな奴と接してきたが、立ったまま待たされるなんてこれが初めてだ。ふむ、俺は別に何とも思わない。それはあんたがそういう扱いに慣れてしまったからだ。いつもそんな風に現状を受け入れてると、この先何も変えられなくなるぜ。お前というやつはどうしてそう理不尽なことを言うんだ。
まあまあ二人とも、こんな些細なことで争うなんて割に合いませんよ。会員さん、確かに言い過ぎですよ。明白さんもあまり気にしないで。こんなに長く立ちっぱなしで待たされたら、誰だって少しは苛立ちを覚えるものです。別に立って待たなければならないという決まりはないんだし、いっそのこと近くの紹介から椅子を借りてくるのはどうでしょう。それもいいかもな。あそこの椅子の材質はあんまり良くないが、使えるだけマシだ。どうやら候補者たちはすでに3人とも揃っているようね。ええ、すぐに彼らと正式に会うことになる。でもその前に、まずは今回の視察の流れを君に説明するわ。視察は大きく2つに分けられる。時事法略と現場問答よ。前者では彼らにリーユへの発展計画を提出してもらう。後者は私たちが直接面と向かって彼らに質問をするってことよ。リーユへの発展計画を書くのには時間がかかるだろうから、あらかじめ彼らに言っておいたわ。これが彼らの提出してきた報告書よ。うわ、一冊だけ分厚いのがあるぞ。ついでに言っておくと、彼らには一つ要求をしてあるわ。誰が天数になろうと、自分が立てた計画内容はきちんと実行すること。よほどのことがない限り、計画書の内容を変更することは許されない。だから今ここにある3つの書類は彼ら3人の立場を表しているのよ。まだちょっと時間があるから目を通しておいて。彼らに対する第一印象を持っておくといいわ。私はここで待ってるから、読み終わったら言ってちょうだい。もう読み終わったの？何か感想は？なんかみんな真面目だったな。当然よ、点数の選考に関わることだからみんな全力を出し切っているの。何よりひとたび着任すれば、その計画に従って業務を執り行うことになるから、悔いは残したくないはず。まだ秘密。現場問答が終わってからじっくり話し合いましょう。もう候補者を連れてきていいわよ。一人ずつ、まずは簡易からね。かしこまりました。ほう、あんたら二人が今回の視察官か。これほど重要なことは行幸様が直々に視察するだろうとは思っていたが、まさか俺の知らない顔が来るとはな。俺の計画書はもう読んだんだろ？何か理解できないところがあったら俺に聞くといい。なんて上から目線なんだ。悪いな、別に意図があってのことじゃない。ただ事実を述べているだけだ。龍雲釈風、その仙人を知ってるのか？そうか、思い出したぞ。
あんたがみんなが噂にしてたあの旅人なのか。名のあるやつならそれなりに才能もあるんだろう。もしかしたら俺の構想を理解できるかもな。ま、あまり期待はしていないが。あ、俺の番か。ええ、簡単に自己紹介してちょうだい。俺は明白、総務士に所属している。総務士で仕事をした時間は9年と 5ヶ月3日になる。これまで2347件の案件を取り扱ってきた。まだ12件が処理途中で、およそ16日後に全て解決する予定だ。現在は都市計画に関わる仕事をしながら勘定明細の受け取りと検査をしている。勘定は3つの部分に分けられていて、それぞれ。なんかたまに言葉がつっかえてるのはオイラの気のせいか。自己紹介はそこまででいいわ。直接質問するわね。あ、すまない。こんにちは。正直本当に緊張しています。お二方はどんなことがお聞きになりたいのでしょうか。視察ということですから、できる範囲で全てお答えいたします。君の計画書は様々な分野に言及しているけれど、君自身はそれほど多くの事業をやったことがないみたいね。自分の計画をきちんと達成できると保証できるのかしら。そのような疑問を抱かれるのもごもっともだと思います。ですが計画に関しては自信があります。私はかつて数多くの場所を視察してきました。現地の専門的な方とも交流を行い、結論を導き出したのです。もちろん異なる問題が複雑に入り混じればそれぞれの結論も衝突する。ですので私が求めたのは均衡、つまり全ての問題の中から最適解を見つけることです。じゃあその導き出した答えが本当に最適解かどうかはどうやって判断するつもり？計画を実行する前は同僚や月海艇の秘書たちが評価をしてくれるでしょう。計画を実行した後は最終的にどうなったかがそのまま結果となります。私の判断が間違っていた場合は相応の責任を取るつもりです。悪くない答えね。では次の質問に行きましょう。なんか付き合いやすそうなやつだったな。話もよくまとまってたし、すごく聞きやすかったぞ。これで簡単なまとめができそうね。君も見た通り、官位は見識が広く、計画書に書かれた案も的を射ているものが多い。でもとても傲慢で頑固な性格、周りの人の気持ちは考えそうにないわね。明白の計画はより包括的で安定していたわ。非常に繊細で細かいところにまで目を配る性格。でも彼は官位とは全くの真逆ね。口下手で人との交流においては弱々しい印象があるわ。の、確かにその通りだったな。さすがヤラン。最後はチー。彼の計画は非常に詳細で確実な方策もある。これほど幅広い分野に心を配れる人はなかなかいないわ。これは表面的に取り繕われたようなものじゃない。よほど力を注がないとできないことよ。それに謙虚で穏やかだから人付き合いの方も問題はなさそうね。でも私が特に興味深いと思ったのは、彼の意見の多くが天王寺と同じだったことよ。もし地位が着任すれば天王寺も安心できそうね。やったー。
さあ行きましょう。戻って天王寺にこれを伝えるわよ。大体わしの予想した通りだったか。単刀直入に聞くわ。地位の計画における考えが天王寺ととても似ていたことには何か理由があるのかしら。お前さんたちに候補者の名簿を渡したとき、実は言ってなかったことがある。お前さんたちの判断に影響を与えてしまうかもしれないと思ってな。だが今ならそれも話していいだろう。あの三人はかつてわしの元で学んだことがある者たちなんだ。わしに似ているところがあってもおかしくはない。だが官位は商業で忙しくしておったし、明白も総務士でやるべき仕事があった。あの二人と比べると地位は最も長い間わしのそばにいたんだ。そうだったのか。天王寺はどんなきっかけであの3人と知り合ったんだ。官位はある旧友からの推薦で、明白には仕事をしておった時に目をつけた。地位は意外な巡り合いだったな。最初は釣り友として偶然知り合ったんだが、それがだんだん親しくなっていろんな話題を話すようになった。地位は貧しい家の出身でな、両親も早くに亡くしている。だがあいつは才能に秀でていて、何事も学ぶのが早かった。あいつを見て若い頃の自分を思い出したんだ。釣りについてもちょっとした助言をしただけですぐ理解していたな。ああ、気づかないうちにこんな高みまで成長してくれた。今思うと本当に感慨深いよ。若者が成長していく中、わしは老いてしまった。時間は過ぎるのが早すぎる。やはり生老病死は誰にとっても避けられないものなんだな。あら、天王寺はまだまだ元気だし、あと何年か仕事できると思うけれど。お前さんは全く、慰めてくれんでもいい。気力が足りなくなったのもそう悪いことじゃない。肩の荷を下ろせれば、肩のじいさんのように自由に釣りに行けるんだからな。暇つぶしがしたいときは釣りが一番さ。釣ったばかりの魚はすごく新鮮で、水辺でさっと処理するだけで美味しい魚スープになる。新鮮な魚スープ、うわ、聞いただけでうまそうなの。そうだろう。それにちょっと前、チーもベテランの漁夫から特別なレシピを購入したらしくてな。近頃は釣りに行くといつもチーが下処理を済ませた副材料を持ってきてくれるんだ。それを加えるとよりうまくなる。何度も味わいたい美味しさだが、この老いぼれじゃあと何回飲めることやら。話を戻すけど、天王寺、報告を聞いて
結論は出たのかしら。お前さんに視察を任せたからにはお前さんの判断を信じよう。もし地位とわしの考え方の類似についてお前さんたちが聞いてこなければわしも三人との関係について言及するつもりはなかったんだ。先行は公平を期すべきもの。このような外的要素は全て無視し候補者の才能や能力を徹底的に調査した上で結論を出してほしい。くれぐれも徹底的な調査を忘れずにな。わかったわ。行きましょう。場所を変えて話したいことがあるの。それじゃあ天王寺、オイラたちは先に行くな。体に気をつけろよ。もうやっぱり地位で決まりでいいよな。だってほら計画書もよくできてるし話上手だし。急がなくてもいいわ。視察に時間制限はないもの。え、もしかしてまだ何かテストがあるのか？それはないわ。彼ら本人に対する視察は終了した。でも一つ君たちに教えておいてあげるわ。目に見えるものが真実とは限らない。情報に関する仕事で最も禁忌なのが当事者からしか情報を得ないことよ。真実の外側には常に霧がかかっている。だから様々な道で情報を集めないといけないの。文言、翔か。は。何でもお申し付けください、イエラン様。急に知らない人が現れた。驚かせちゃったかしら。この二人は私の部下、文言と翔かよ。腕利きの助手として普段は近くに目を配らせてるの。こうして必要に応じて各種任務についてもらってるわ。翔太は商業に精通していて交渉で情報を得ている。文言はよく演説から情報を得ているわ。この場にはいないけど二人以外にもう一人ウハイって部下もいるわよ。あのデカブツ、会場で長いこと任務をやってるみたいだが大丈夫なのか。あいつは泳げなかったと思うが。あいつは運がいいから荒れ式の波どうってことないさ。翔か、各紹介に赴いて会員の背景事情を調べてくれるかしら。文言、君はリーウェ総務士へ行って明白の仕事記録を調査してきて。はっ。地位？もちろん彼は最も有力な候補者として私たちが直々に調査するわ。まずは埠頭に行きましょう。あそこは人も多いしいろんな情報が行き交う場所よ。情報って言えば万有商法の博来に聞いてみるのはどうだ。あいつはいつも北埠頭で商売をしてるから何か情報を聞いたことがあるかもしれないぞ。なるほど、悪くないわね。彼に聞いてみましょう。